酒もちょうどよく回っていてとても気分が良かった。今ならどんな運転でもできそうな全能感に包まれていた。それギリギリ急ブレーキ。おお、俺もしかして F1 とか出れるんじゃね。そんな感じで調子に乗りながら運転していたのだが、ブラックワールド、ちっ、かっこだりーな。俺の名は熊本、とある大学に通う2年生だ。20歳になった記念に車をもらったんだが、親のお下がり、どうせだったら新車買えよ、貧乏両親は。とは言ってもなんだかんだもらった車は重宝していた。ちょっとコンビニに行くだけでも車を出したり、俺はすっかり車に依存していた。おっと、今日はサークルの飲み会だったな、早く行かねえと。俺はフットサルサークルに所属していた。サークル終わりには毎回のように飲み会が開かれており、それが俺の楽しみでもあった。へい、飲んでるかお前ら。おいおい熊本、飲みすぎだぞ、大丈夫か。あ、これくらい飲まないでどうするんだよ、酒はこれくらい飲んでこそのもんだろうが。そう言ってまた俺の家に泊まるつもりなんだろ。なんだよ、ダメなのか。いや、いいよ、泊まってけ泊まってけ。おお、さすが心の友だぜ。よせよ気持ち悪い。だいたい記憶がなくなるまで飲んで友達の家で目を覚ます、これが定番の流れだった。あいってててて、てあー頭いて。おお、目が覚めたか。あー、お前の家か。昨日もベロベロに酔ってたぞ。あれ、俺の車は。おお、そういえばお前車で来てたっけ。店の近くに駐車してたから、駐車料金たんまり取られてるんじゃね。取りに行ってみると、友人の言う通り一晩分の駐車料金を請求された。ちくしょう、高すぎる。こんなことなら車で帰ればよかったか。もちろん飲酒運転が犯罪だなんてことは知ってる。だけどそれを律儀に守っていてもこんなに金を取られちまうんだ。学生に対して厳しすぎる。次の飲み会、俺はまたベロベロになるまで飲んだが、今回は車で帰ることにした。おい熊本、今日はうち泊まっていかないのか。ああ、ちょっと今日は家で用事があってな。いつも泊めてくれる友人には適当に嘘をついた。さーて帰りますか。これで無駄に駐車料金取られる心配がねえや。ぼったくり駐車場を後にして俺は陽気に車を運転していた。おっとっとっと、おいおい気をつけろよ歩行者、引いちまうぞ。酒もちょうどよく回っていてとても気分が良かった。今ならどんな運転でもできそうな全能感に包まれていた。それギリギリ急ブレーキ。おお、俺もしかして F1 とか出れるんじゃね。そんな感じで調子に乗りながら運転していたのだが、なんだ。ルームミラーを見てみると、光光灯ランプを照らしたパトカーが後ろをついてきていた。やばい、これでもしかして捕まるやつか、逃げなきゃ。陽気に運転していたのに急に酔いが覚めたかのように冷静に運転し始めた。なんとか逃げ切れそうだと思った瞬間、前方からもパトカーが現れて道を塞がれてしまった。すごいスピード出てたね。それに急ブレーキも妙に多かった。学生さん、免許見せて。はい。やばい、本当に警察に職質されることなんてあるんだ。漫画やドラマの話だけだと思ってた。君ちょっとお酒入ってない？飲んできた？いや飲んでなんかいませんよ。やだな、アカデミー賞間違いなしなくらいの迫真の演技で俺は飲んでないふりをした。まあまあ、じゃあこの検知器に息吹きかけて。飲んでないなら別に平気でしょ、ほら早く。いや、言い訳も思いつかず、俺はやむなく検知器に息をかけた。 0.2 ミリグラム。がっつり酒気帯び運転だね。いやありえないですって、俺お酒なんか飲んでませんもん。はいはい、言い訳しても数値が出ちゃってるから。君ね、この状態だと正常な運転ができなくなっちゃうんだよ。人でも引いちゃったらどうするつもりだったの、責任取れんの。いや、ま、とりあえず罰金刑と現行犯逮捕だね。そんなどんなに言い訳しても通用はせず、俺は逮捕されることとなった。
その後の人生は最悪だった。飲酒運転したことが大学にも連絡され、俺は退学となってしまった。マモト、お前なんでこんなことしたんだバカ。こんなことになるなんて思ってなかったんだよ。友達だろ、助けてくれよ。助けられるわけねえだろ。大学がもう退学を決めちまったんだから諦めろ。両親からもこっぴどく怒られ、激怒した親父が家を追い出した。おかげで俺は安いボロアパートで生活することに。くそ、退学のせいで最終学歴は高卒だし、逮捕歴があるからまともに就職できねえ。結局俺は日雇いのバイトでしか日銭を稼ぐことができず、その金のほとんどは生活費と罰金の返済で消えていった。なんで、なんでこんなことに。街を歩くと大学時代のサークル仲間が歩いていた。きっと飲み会の帰りなのだろう。楽しそうに笑い合って、俺はもうあそこには戻れないのか。おい、熊本、熊本じゃないか。よりょうた、楽しそうだな。お前、お前はなんだかやつれた。大丈夫か。大丈夫じゃねえよ、お前のせいだからよ。は？なんであの日俺を止めなかったんだよ。いつもみたいに止まってけよって言ってくれればこんなことには。何逆恨みしてんだ。あの日お前は自分から帰るって言ったんだろ。まさか車で帰るなんて俺も思ってなかったし。うるせえ、俺の人生返せよ。触るな。お前なんかもう友達じゃねえ。二度と近づくな。りょうた。大学時代の友人も失ってしまい、俺はいよいよ一人ぼっちとなった。毎日安くてきつい仕事の連続、汚くて臭いアパートに帰るだけ。俺何が楽しくて生きてるんだろう。何も楽しいことがなくて人生に絶望していた。しかしそんな時だった。はあ、そういえばあるじゃないか、こういう時嫌なことを忘れさせてくれる存在がさ。俺はすぐにコンビニに走り、それを大量に購入してきた。前から身近にあったのに、なんで気がつかなかったかな。俺は缶ビールの蓋を開けて思いっきり喉に流し込んだ。ここまで見たお主らは見込みがある。チャンネル登録をしていくがよい。